はい、こんにちは。ボーチャンネルマイハッです。はい、お待たせしました。質問コーナーの回答やっていきたいなと思います。はい、今回の質問コーナーですね、なんと282件コメントをいただいてます。またちょっとね、今回の動画は、重要なお知らせがありますって言ったお父チャンネルの、紹介だったね。その時についでにこの質問コーナーの募集をしたので、この中にはお父チャンネル登録しますとかそういった内容のものも含まれているので、質問が全部ってわけではありません。はい、はい、なんだけど、結構200件以上は質問がありましたので回答していきたいなと思います。で、今回もこの中から30問ピックアップしましたので、じゃあ早速やっていきましょうか。始まるよ。最後まで見てね。これでスタートですね。みんなちょっとずつ違ってから4分割しましたよ。はい、まえちゃんねの質問コーナー来たー。しゃーまじー、すいません。動画はいつ撮影してるんですか？動画はですね、いつも毎日夜に撮影してますね。この部屋でね。そうだね、ご飯終わった後とか、ご飯の前にやる時もあるけど、とにかく夜だね、大体ね。夕方の時もあるけど、もしくは土曜日の米の発売日とかは朝に撮ったりしますね。はい、エイシン君の好きな兜、クワガタは何ですか？好きな兜はサタンオオカブトで、好きなクワガタは黄金鬼クワガタです。ああ。といっても、ジャワ黄金鬼クワガタ。エイシン君は国語、算数、理科、社会、どれが好きですか？理科。理科だね、やっぱりね。エイシン君の学校で流行ってる遊びは何かありますか？コマ。コマ？折り紙コマ。ああ、折り紙のね。そう、折り紙で作ったコマで戦うの。そう、ベイブレード的に。ああ。てか、シュートの時。これは女の子も一緒にやってるんでしょ？時々。ああ。パパさんのチャンネルはできましたが、エイシン君のチャンネルは作らないのですか？いつも楽しく拝見してますだって。エイシン君とマーティ君のチャンネル作って。ああ。エイシン君のチャンネルは作ろうと思って昔からね、アカウントは用意してるんだけど、なんだけどまだちょっとそこまで至ってない。そう、なんでかっていうとエイシン君が毎日忙しいから。あまりに更新頻度が少なすぎて無理かな。夏休み限定みたいになっちゃうかもしれない。そうそうそう。あとマーティ君のチャンネルも作ろうとしたんだけど、何回かね、マイチャンネルのマーティの動画出してると思うんだけど、ASMR だ、今日のマーティ君とか。そうそう、なんだけどいまいち伸びてない。なのでマーティ君のチャンネルをちょっと諦めようかなと思ってます。エイシン君のチャンネルは多分いずれ開くと思います。エイシン君とパパさんのお気に入りのベイブレードは何ですか？これはもう文句なしね、アーチャーヘラクレス。そうだね、最近のお気に入りはアーチャーヘラクレスかな、やっぱね。パパはブラディロンギヌスが割と気に入ってきた最近。あれでも強い改造をちょっと見つけたいなと思って。それでレベルチップとか。そうエイシン君の声がお父ちゃんで、お父ちゃんの声がエイシン君でやってみてください、これからも頑張ってくださいって。エイシン君、今日宿題やった？うん、やったよ。全部ちゃんと忘れずにやった？やったよ、全問正解だったよ。スターウォーズで好きなシーンの真剣に真似してください。え、考える時間、そんなのありませんよ。3、2、1、どうぞ。考える時間ないのきつい。エイシン君好きな人いるの？質問、エイシン君好きな人いますか？いるんでしょ。質問です。エイシン君好きな人いますか？エイシン君好きな人いる？エイシン君好きな人いる？エイちゃん好きな人いるよね。これは面白い予兆。いや、なんでもないです。エイシン君は好きな色は何ですか？好きな色は赤と黒。エイシン君は何人兄弟ですか？一人。一人ですね。エイシン君は一人です。一人っ子です。エイシン君好きなスポーツは何が好きですかだって。好きなスポーツは水泳。水泳ね、通ってます。スイミングですね。はい。エイシン君はテストの最高点は何点ですかだって。100。エイシン君はダブル100点何回も取ってますよ。意外に毎日動画でおもちゃとかね、あとはゲームチャンネルでゲームやってたりするけど、エイシン君ちゃんと頑張ってるからゲームっていうね。エイシン君に質問です。お父さんとマーティ君どっちが好きですか？本当はどうなの？本当マジ。エイちゃんは英語喋れるの？ Yes, I can speak English. Always, every time. May the force be with you.
エイシン君はスマホを持っていますか？持っていたらどんなのですか？だって持ってません。持ってないね。エイシン君はスマホは持ってないです。てか、子供携帯は持ってるけどね、口開けてベロ出して息はできないらしいです。やってみてください。いろんな映画のロケ地でここに行ってみたいってところあったりしますか？映画のロケ地、パパはチュニジア、スターウォーズのエピソード4 の、 ルーク、タトゥーインの、チュニジアに行ってみたいな。どこある？どこだろう。特にない。特にないっすか。質問、 YouTuber になって良かったこと、悪かったことを教えてくださいって。前も言ったことあるんだけど、 YouTuber になって良かったことは、普段行けないところに行けるようになったこと。あとはこの視聴者さんと、皆さんとこの街中で声かけていただいたりとか、コメントもらったりとか、こういうコミュニケーションができるのはすごくいいことだとパパは思います。パパどうですかね、いろんなところに行ける。あ、そうだね、悪かったことは何かある？ない。ない？パパあるとしたら、調子が悪い時に街中でこうやってこういう顔して歩けなくなった。どんな時もにっくりして歩かないといけない。マスクしててもね、たまにマスクして、歩くんだけどね、パパね。こう、調子悪い時とかね、マスクして歩くんだけど、この前マスクしてても、前チャンネルの前原さんですよねって言われたんだよ。だからもう、もはやね、もうマスクすら許されない。じゃあ、カイロレンのマスクで。いやいやいや、それ変人だから。変態になっちゃうから。じゃあ、ダッフィーのマスクで。いやいや、だから、もう基本的にはもうニコニコしてなきゃいけないなってのがあるね、外でね。旅行行って一番良かった場所と行きたい場所は、だって。一番良かったのは、フロリダのクルーズ。ディズニークルーズね。そう。あ、パパも一緒。ディズニークルーズが一番良かった。行きたいとこか。行きたいところ。パパは、エジプト、ピラミッド。行ってみたい。とてつもなく暑い気がする。暑いだろうけど、行ってみたい。あれもピラミッドは一度見てみたい気がするな。酸素マスクがあるならボリビア行きたい。それはさ、サタンオオカブトを狙ってんでしょ。いつも動画見てます。これからも頑張ってください。本気で変顔してください。変顔して、だって。じゃあ行くよ。せーの。ごめんなさい。あ、いいよ。いい。全然、全然大丈夫。全然。ボツになった動画ってどれくらいあるんですか？ボツになった動画ほとんどないかな。今まで数えても10本もないと思いますね。2本ぐらい。昔ね、買ってよかったランキングって毎年ね、年末でやってんだけど、買って損したランキングを1回やったことは動画であって、それがボツ。ボツした。あれはボツした。やっぱり良くないなと思って、前チャンネルっぽくないなと思って、ごめん、前チャンネルっぽくないなと思ってボツした。あれは音チャンネルであげるから。そういうのはありでしょ。なるほど、ありだね。お父チャンネル解説案は結構温めておられたのですか？パパさんがお父チャンネルを作ろうとしたきっかけは？これはですね、もともと僕がその PUBG とかフォートナイトとかやりたかったんだよね。バンバンバンって言って次に。あとスターウォーズもそうです。そうなんだけど、それはゲームマイチャンネルじゃちょっと合わない。そう、ちっちゃい子が見ちゃうと良くないってことで、新しくお父チャンネル、こちら出てると思うけど、解説しました。でなので、温めてたかっていうとそうでもないですね。この悩みを一回ライブ配信で打ち明けたことがあって、そしたら新しいチャンネル作ったらどうですかって言っていただいた方がいて、それで新しく解説したっていう流れでございますね。家建て直しましたか？いや違います。いやいやいや、これはちゃんと置いただけで、お部屋にこの棚置いただけで、今までとこれまでの動画の撮影場所と全く変わってないです。そうで、上ら辺にストッパーみたいのつけて倒れない。そうそう、倒れないようにしてね、地震で倒れないようになってるけど、ただ建て替えてはないです。うちマンションなんで建て替えられないから。そうそう、建て替えたらやばいことになっちゃう。10秒間面白い編集してください、だって。10秒間じゃなかったんじゃない、これ。今までの動画で一番印象に残ってる動画は何ですかって。なんかある。パパが宇宙人ドッキリした動画、エイシン君が意外と驚かなかったってやつだね。でもすごいインパクトはあった動画なんだけどね。ああ、もう一本ある。竹蔵のドッキリ。ああ、そうだね。
初めてカブトムシだったね。そうだね、そうだね、印象に残ってるね。エイシンくんの将来の夢か、なりたい職業は何ですか。パパさんもこれから先したいこと、行きたいとこなどありますか、だって。僕の将来の夢は、カブトクワガタ博士かな。もうそれはね、まあ、結構長いことそういう風に言ってるよね。昆虫博士じゃなくて、パパがやりたいことは前から言ってるんだけど、海外に住みたい。まあ、なんだけど、エイシンくんが反対してるから、そうそう、反対です。なので、まあ、1ヶ月とか、夏休みの期間にずっと行ってるとか、そういうのでいいよね。そう、そういう生活はちょっとしてみたいかな。あと行きたいところといったら、来年のスター・ウォーズ・セレブレーション行きたい。シカゴの。僕はパパ一人でも行きたい。じゃあ、動画撮ってきたいと思うんですよ。撮ってくるつもりで。一人で英語をあんま喋れないのに行く。一人ではやっぱやめた方がいい。無謀な挑戦をしてみたい。でも経験としてね、人間の経験としてそういうのはありかなと。なるほど。はい、以上ですね、30問の質問に回答させていただきました。選んでない質問もね、全部メールをしてます。で、中にはですね、お母さん、エイシン君のお母さんは動画に出ないんですかとか、あとは動画を始めたきっかけはとか、そういう質問あったんだけど、前の質問コーナー2回やってるんだけど、それですでに回答済みでございます、なので、今からここにね、再生リスト出しておくけど、そこに一応載っけておきますんで、そっちに見てみてください、はい、ということで以上でございました。2018年のまえちゃんの質問コーナーでございました。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、グッドライクお願いします、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、チャンネル登録はこの辺りにまえちゃんの、この辺りにお父チャンネル出てますのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。